セントアイブス、セントアイブス、ストリートアイブス、コーンウォール語では、ポースイヤは、イギリスコーンウォール州にある海辺ので、行政教区である。コーンウォール半島の突端近くの北海岸にあり、ペンザンスの北で、カンボルンの西にあたる。かつては、漁業や関連産業に依存した町だったが、漁業の衰退により観光業に重点を置くようになった。現在では、 陽光の穏やかなリゾートの街となっており、またサーフィンの街、芸術家のコロニーとしても知られる。セントアイブスは5世紀にコーンウォールにキリスト教を布教したアイルランドの姫、聖夜が上陸した地とされている。セントアイブスは1549年にコーンウォールを接見した祈祷所反乱の際に残虐な事件が起きている。エドワード6世は未だに カトリック的性格の濃かったイギリス国教会の改革を目1549年にそれまでのラテン語の祈祷書からプロテスタント的な内容の英語の祈祷書に変えたがこれは国民の評判が悪く特にコーンウォール語が話され英語を理解しない人の多か、コーンウォールでは大反乱に発展したこの最中憲兵の司令官がセントアイブスを訪れ市長のジョン・ペインを宿屋へ 昼食に招いた。司令官は、市長との昼食の間、講主台の設置をしているかと聞いた。昼食の後、市長が、司令官を講師台が設置されているところへ案内したが、司令官はそのまま台に上がれと市長に命じた。市長は未だにカトリックだったため講師系にあったので、ある。セントアイブスは、漁港のほか商船の寄港地、発着地として栄えた。 ここに本社を置いていた、ハイン海運会社、ザ・ハインシッピングカンパニーは、大きな、船会社として知られ、後に合併を繰り返して、現在世界有数のコンテナ船会社 P& オーネドロイドになっている。また、コーンウォールからデボンにかけては、鈴などの鉱山があり、交付相手の商売や鈴の積み出しでも、非常に栄えた港であった。ところが、19世紀後半、鈴産業も、 漁業、港湾も衰退してしまった。現在もセントアイブス周辺に崩れ落ちた工場など、鉱山の廃墟が点在している。近代のセントアイブスは1877年のセントアイブス湾支線の鉄道敷設により変化が始まった。温暖な気候を求め、ビクトリア長期の海水浴客や休暇客が来るようになったのである。街の建物のほとんどは十九世紀後半に、 建て直されている。断崖や湾に沿って曲がりくねる鉄道は、今も観光の呼び物として生き残っている。1920年代以降、セントアイブスは芸術家村となり始めた。19世紀には早くも、鉄道建設に伴って画家たちが訪れ定住して海などを描くようになり、近郊の乳林の村と共に芸術家コロニーが形成され、美術学校ができていた。 鈴の廃工場や使わなくなった漁業用の小屋や港湾倉庫が画家たちの安いアトリエとして活用された。1920年、陶芸家バーナード・リーチと浜田商事は日本からイギリスへ移り、セント・アイブスに日本式の上り窯、リーチ・ポタリーを開設した。リーチと浜田は東洋の陶磁器に影響を受けた作品制作やセント・アイブスの畑から出土する。 スリップウェアなど工業改善のイギリス民間陶器の再発見をしたが、これはイギリス現代陶芸の転換点であったほか、セントアイブスと国際的な20世紀美術との最初のつながりになった。1928年、アルフレッド・ウォリス、ベン・ニコルソン、クリストファー・ウッドという3人の芸術家がセントアイブスに芸術家のコロニーを作り始めた。 ピエト・モンドリアンなどもセント・アイブスを訪れ、海の風景や明るい陽光は、今日に至るまでモンドリアンはじめ多くの芸術家を触発してきた。1939年の第二次世界大戦勃発とともに、ベン・ニコルソンとその妻で彫刻家のバーバラ・ヘップ・アース、友人でドイツからイギリスに逃げてきたナウム・ガボの3人が移転してきた。彼らによって、 ロンドンから遠く離れたコーンウォールの生誕に国際的なモダニズム芸術や前衛芸術、中小芸術のイギリスにおける前哨が確立し、戦後もセントアイブス派と呼ばれる多くの芸術家が今日構え、大西洋の対岸のアメリカで起こった中小表現主義と交流しながら中小絵画の運動を起こしていった。バーバラ・ヘップワースのアトリエは後に遺言により、バーバラ・ヘップワース美術館、 彫刻庭園となり公開され、1980年以来ロンドンのデートギャラリーの管理に置かれている。1970年代の末までに、リーチやヘップワースなど主だった作家は用去り、セントアイブスの芸術活動は沈退した。1980年代になると、檻からの不況や観光地としての陳腐化で、観光客は、現、特に海水浴のオフシーズンは、 訪れるものもないほどであった。この頃からセントアイブスの依存である芸術家たちの活動に街のアイデンティティを乱す動きが生まれ展覧会や芸術フェスティバルが行われた。1980年代後半にはテートギャラリーがセントアイブスの芸術家たちに関する展覧会を相次いで開きセントアイブスでも開催した。こうしたつながりからテート文館誘致の動きが 町の住民の間で起こり、多額の寄付や署名を集め集や、デートギャラリーを動かし、1993年には、デートセントアイブスが開館した。フェスティバルや、美術館開館の効果で、観光客は季節に関係なく、訪れるようになり、町中に、アトリエや陶芸工房、ギャラリーや、雑貨店が開業するなど、芸術的な雰囲気のあるリゾートとして区の観光客を、集め、 近年では、加熱気味である。バーバラヘップワース美術館、彫刻庭園やテートの文館、テートセントアイブス、リーチポタリーなど美術館や制作場所跡が観光地になっており、街の中にもギャラリーやアート雑貨店などが多い。セントアイブスは、イギリスの中でもマリンスポーツに適した気候で、しかも断崖や岩場の多いイングランド南部の海岸には、 数少ない長い砂浜が広がっているため、サーフィンの中心地となっている。街にはサーファーが訪れ、毎年、多くの世界大会が、セントアイブス及びその近郊で開かれている。セントアイブスの街の名前は、マザーブース、同様の中の謎謎の歌、アズ、I was going to street アイブスでよく知られている。しかしこの歌が、コーンウォールのセントアイブスなのか イギリス国内の同じ名前のまちを指しているのかはよくわかっていない。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。